皆さんこんにちは、日野本真子です。今回のテーマは日本の牛乳。皆さんは牛乳はお好きですか？牛乳は苦手で好きではないという方もいるようですが、海外からは日本の牛乳は新鮮ですっきりとしていて美味しいと評判のようです。でも外国人さんの中には間違った情報などで日本の牛乳は美味しいはずがないと思っている人もいるようです。今回はアメリカ人女性が日本のアニメと日本食が大好きな友人と日本に旅行に来て日本の牛乳を飲んだ時のエピソードです。彼女たちは日本の牛乳をどのように感じたのでしょうか。早速見ていきましょう。私は日本のアニメが大好きでよく見るんだけど、その中に出てくる牛乳がとても美味しそうだったの。だから日本の牛乳がとても気になった。私は牛乳が大好き、毎日牛乳を飲んでいるわ。アメリカにもたくさんの種類の牛乳があって、どれも美味しい牛乳よ。でもいつか日本の牛乳を飲んでみたいと思っていた。日本のアニメを見ているととても美味しそうに食べるからほんとたまらない。食べ物はラーメンにカレー、寿司、ケーキなんかが記憶にある。どれも羨ましくなるほど美味しそうに見える。本当に食べたくなってくるわね。牛乳もよく出てくるのだけど、本当に美味しそうに飲んでいるの。特に気になっているのがお風呂上がりの牛乳よ。瓶に入っている牛乳をお風呂上がりに一気に飲んでいるシーンがあるの。それも普通のお風呂上がりじゃなくて銭湯のお風呂上がりに飲んでいるのがとても美味しそうだった。日本の文化みたいなものらしいわ。日本に行かなくてもお風呂上がりに牛乳を飲むことができるけれど、やっぱり日本に行って日本の牛乳を体験するのが一番だと思っていたわ。日本の牛乳を日本の銭湯で飲むのが私の小さな夢。そんな時、日本のアニメと日本食が大好きな友人から日本旅行に行かないかと誘われたの。一人だと心細いけど、誰かと一緒なら行きたいと思ったから、すぐに行きたいと伝えた。旅行に行く前にどこに行こうか決めるのもとても楽しかった。日本のことについて調べていると、行きたいところや食べたいものがたくさん見つかった。友人と相談しながら計画をしっかりと立てた。計画を立てている時に日本の牛乳が飲みたいと話したんだけど、日本の牛乳は美味しいはずがないと言われたわ。え、どうして？アニメではみんな美味しそうに飲んでいるじゃないって思ったから、その理由を聞いてみた。そしたら彼女はこう言った。知ってた？アジア人は牛乳を消化できないみたいよ。そしてお腹の弱いアジア人は牛乳の写真を見ているだけでもお腹が痛くなるらしいよって言ってた。そんな日本人が牛乳を飲んでいるはずがない、飲んでいてもまずいに決まっていると言っていた。理由を聞いて納得はしたんだけど悲しかったわ。日本のアニメで見ていた牛乳はとても美味しそうだったから飲むのを楽しみにしていたのに、アニメで見た牛乳は何だったのかしら。もしかしたら日本人用の特別な牛乳なのかしら。きっとそうなのかも。友人にもそう言ったんだけど、そしたらネガティブな返事が返ってきた。彼女の見解はこうよ。日本人はお腹が弱いから日本人用の特別な牛乳を飲んでいるのでは。日本の牛乳はもしかしたら粉ミルクを輸入してそれを水と混ぜる、それから合法的に普通の牛乳としてのパッケージ表示をするために必要な分だけ普通の牛乳を足してできているのではって言ってきたわ。え、日本人がそんなことしないんじゃないと思ったけど、真相はわからないからその時は言い返さなかったわ。そしてその後ネットでも調べたけど、どこにもそんな情報はなかった。でもアジア人がお腹が弱いというのは本当らしい。だとしたら本当にそうかもしれない。それからしばらくして日本旅行の日になった。ワクワクしながら日本に向かった。日本についてみると真っ先に綺麗な国だと感じた。なんだか過ごしやすそうな場所だと思った。アニメを見ていてそう感じていたんだけど、本当にこんなに綺麗な国だったなんてね。アニメの中だけのことじゃなかったのね。これなら日本のご飯も想像通りとても美味しいに決まっている。早速アニメでよく見るラーメンを食べたの。友人もアニメが好きだからアニメでよく見るラーメンが気になっていたみたい。食べてびっくり、想像以上だったわ。とっても美味しかった。日本のラーメンがこんなに美味しい食べ物だなんて思わなかった。ラーメンはアメリカにもあって食べたことはあったけど、日本のラーメンは違った。
日本のラーメンはいろんな味があるみたいだから、また他の味も食べてみたい。その後は予定を立てた通りに観光した。1日目の観光の最後は銭湯に行くことにした。日本では銭湯が減少しているらしいけど、調べればすぐに見つかった。私がどうしても行きたかったし、友人も乗り気だった。銭湯自体にも興味があったんだけど、それよりもやっぱりお風呂上がりの牛乳に興味があったの。アニメで見たあのシーンをどうしても再現したかったからよ。銭湯は入る前は少し抵抗があったけど、とても良かった。みんなでお風呂に入るなんてしたことがなかったから。家族ならまだわかるけど、知らない人とお風呂なんてとても恥ずかしいと思っていた。知らない人に裸を見られるのよ。それに何でもタオルで隠して、タオルはお風呂に入れることはいけないみたいだし、できれば水着 OK にしてって思った。でも勇気を振り絞って行ってみた。そしたら、驚いた。想像以上に広かったの。なんだかものすごい開放感を感じたの。ちょっとしたら恥ずかしいのも慣れたわ。そしたら、いろんな種類のお湯があった。なんだか泡みたいなのが勢いよく出てくるお湯に入ってみた。とっても気持ちよかった。こんなお風呂の入り方があるのね。あとは入浴剤が入っているようなお湯もあった。いい香りが体に染みるようで素敵なお湯だったわ。最後に露天風呂よ。すごい開放感があって気持ちよかった。日本の落ち着いた雰囲気にとても合っているお風呂だわ。日本に旅行に来たなら絶対に露天風呂に入るべき。さすが日本って感じだわ。しっかり堪能しお風呂から上がった。さあここからが本番よ。お風呂上がりの牛乳、美味しいわけがないって言われていたけど、実際はどうなのかしら。販売しているところに行ってまずは値段を見たわ。とても安い。やっぱり友人が言っていたことは本当なのかも。とりあえず購入して蓋を開けた。とってもいい音がした。アニメで聞いていた音と似ていて興奮した。少し期待感が高まった。あとは味が良ければ完璧よ。コク、何これ、とっても美味しいじゃない。お風呂上がりで喉も渇いていたから一気飲みしちゃった。散々言われていたけど美味しい。すっきりしているのにコクがある。私はとっても好きな味だった。確かにアメリカで飲んでいる牛乳とは違う味だけど、とても美味しい。友人にも飲んだ方がいいと言って無理やり飲ませた。そしたら友達もその美味しさにびっくりしていた。一気飲みしていたもの。お風呂上がりっていうのもとてもいいのよね。こんな体験日本でしかできない。最初に思いついた人に感謝しないといけないわね。友達が言っていた特別な日本の牛乳は間違っていることも調べたら分かった。むしろ日本の牛乳の素晴らしさが分かった。日本の旅行では本当にいい思い出ができた。満足して帰国することができた。それから数年に一度日本旅行に行っているのよ。すっかり日本にハマっちゃったの。でも何度言っても便利な国だなと感じさせられる。特にコンビニが便利ね。コンビニにある食べ物は全部美味しい。日本の和菓子なんかもあって行くだけでもとても楽しい。こだわった和菓子なんかもあってびっくりしちゃう時もある。もちろん牛乳も売っている。すぐに買いに行けるから本当に便利ね。自動販売機に牛乳があることにも驚いた。それもたくさん種類があるのよ。近くの自動販売機にある牛乳は全部飲んだけど、どれも美味しかった。自動販売機がたくさんあることにも驚いたし、驚いてばかりね。でも日本の牛乳を飲んでから一つだけ残念なことがある。それはアメリカの牛乳じゃ満足できなくなったこと。日本の牛乳を飲んだ後にアメリカの牛乳を飲むと美味しいんだけど、何か物足りないのよ。アメリカの牛乳がまずいわけではないんだけど、日本の牛乳が美味しすぎるのね。もう日本の牛乳じゃないとダメかも。本当に日本はすごいわ。将来的には日本に住みたいと思っている。そしたら何より試してみたいのが宅配サービス。瓶の牛乳を配達してくれるのよ。アメリカでも昔はあって完全に消滅はしていないようだけど、今は見かけないし、私の街でも見たことはない。私はアニメで見たのが最初だから、牛乳の配達はなんだか日本って感じがする。毎回美味しい新鮮な牛乳を届けて、とっても素敵なシステムよね。銭湯もアニメもとにかく素敵な文化ばかり。日本人は自分の国にこんなに素晴らしい文化があることに気づいていないんだと思う。本当に日本に出会えてよかった。早く日本に住みたいわ。以
上がエピソードの概要です。そんな日本の牛乳の美味しさは SNS や YouTube などでもたびたび紹介されており、海外スレッドでも話題になっています。そこで次は日本の牛乳についての海外の反応をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。僕も日本に滞在している時は牛乳を飲んでいたけど美味しかったよ。ずっとアメリカのローファット牛乳に慣れ親しんでいる俺が日本の牛乳を飲んだ結果、あーなんかちょっとアーモンドの風味うまい。僕はいちご牛乳が好きだね。甘くてとても美味しいよ。日本はいちいち美味しい。牛乳もね。ベルギーはスーパーの冷蔵コーナーでフレッシュな牛乳も買えないことはない。でも大体みんな飲んでいるのは長期保存牛乳だね。ギリシャじゃかなり大規模なスーパーに行かないと高温殺菌のは手に入らんな。日本が羨ましいよ。俺はアメリカで生まれてこの方、牛乳嫌いで通してきた男だ。だからスーパーマーケットの牛乳売り場で多くの時間を費やすなんてことはない。だが日本の牧場に行った時に無理やり勧められて飲んだ牛乳はとてもうまくて驚いた。日本はいい加減にしろ。日本のミルクは世界一だよ。以上が海外の反応です。近年、日本の牛乳は美味しくて高品質と海外で人気が高まっているとのこと。これだけ好評だとなんだか嬉しいですね。私は日本の牛乳しか知りませんが、今度銭湯に行く機会があったら、お風呂上がりには牛乳を飲んでみたいと思います。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本っていいね。